おはようございます。ポケモンスリープを開始して392日目の朝でございます。時刻は5時43分でございます。一応ですね昨日 お休みの時間だけは守ろうと思ってですね、アプリは立ち上げたんですが、寝たのはちょっとその後になってしまいました。ちょっとね、今日は目を晴らしてもうちょっと泣きすぎて、やっぱ寝るのに2時間ぐらいかかったってなってましたね。なんか昨日寝落ちしたみたいな形になったんですけどね。でもなんか結構体の疲れというか、まあ昨日筋トレしたんで疲れはあるんですけど、なかなかいい睡眠が取れた。まあでもなんか途中で長い2、3時間の夢見てたけど、実際は1時間しか経ってないとか、なんかあと怖い人に追い回される、なんか結構 SF チックアクションみたいなの夢だったんですけど、いやー、なんで目を晴らしてるかといったらですね、昨日高山ニアという、まあこのポケモンとはちょっと関係ない、まあ最終的には繋がっていくんですけど、高山ニアというですね、プロレスで、怪我をされた高山義弘選手が励まそうというですね、まあ俗にチャリティーですよね、チャリティー大会が行われても、ちょっとさっき見たネット記事にも上がってたんですけど、まあ泣けましたね。やっぱなんかこの生きていくっていうパワーっていうのがいかに大事かっていうのを感じたんで、うん、なんかそれを見てたら簡単にね、命を絶っちゃしたいとかもういいとか、なんかそういうことじゃないなってのをちょっと感じて、やっぱ、ね、すごかったですよ、生きようという意志というか、まあ生きるだけじゃなくて、プロレスラーってやっぱ、まあよくプロレスラーだけじゃなくないですけど、まあ例えばプロレスをしてないと自分じゃないとか、まあポケモンをしてないと自分じゃないとか、まあいろんなのってあると思うんですよ、自分を表現することって。今日は調子いいな。なんかそれでね、こう一生懸命こうリハビリに立ち向かってる姿というか、なんかそういうの見ると、多分だからこそ多くのレスラーだったりお客さんとかがこう感動するんだろうなと、頑張れってすごかったですからね。やっぱああいうの見てると、うん、最初も言いましたけど、こう単純に生きるっていうことだけじゃないなって、やっぱ自分がやりたいことを見つけて、まあそれのために人生を捧げる的なね。いやー、なんかいろんな面でね、ほんと良かったですよ。2024年ここまで号泣したのは初めてですからね。いやー、ほんとにいいものを見れました。ちょっと昨日の出来事は忘れたくないですね。ちょっとちゃんと心に刻んどかんと。だから今できることは今やろうぜってことですね、本当に。いや、よかった。からそのポケモンスリープにしてもですよ、なんで睡眠のこと意識するって言ったら、まあ、僕らとは例えばプロレスを長く見たいとか、本をたくさん読みたいとか、将棋の棋戦を覚えたいとか、ポケモンまだ全然やってないんで、今ポケモンハートゴールドしてますけど、40時間ぐらい経ってますけど、まだリーグ戦も勝ってないですからね、ジムリーダーに。ね、ポケモンのゲームをやらないで命が終わるっていうのはちょっともったいないような気がしてて、人生として。だそのためにもやっぱ長く生きていかないといけないなってのは感じましたね。単純に、まあ、俗に言う息してトイレ行ってご飯食べてっていうだけのは生きてると言えるのかなっていうふうに思ったり、まあそこで耐え続けないといけないんですけど、何を希望に耐えるかってことですよね。なんかそういうところが感じられるような話だったんで、いやー、よかったですよ。なんかああいうの見ると、その学校に行きづらいとかですね、まあ辛いとかですね、まあいろんなのがあると思うんですけど、そこの人に届いたら一番嬉しいなと。でそれで
まあその募金が集まったりとか、こうがいいですよね。募金が集まったりだったりとかがねあって、まあそれのいろんなリハビリとか、あちょっと待って、もしかしてサブレ2個目おこう、まあいっか、あとはこれでいいで、まあいっか、うん、まあいいかな、ちょっと微妙っちゃ微妙だった気がしますけど、まあね、あと11日あるんでしっかりとね水君リサーチもして、ちょっとね今日感じた思いっていうのは忘れないように、まあこれからね9月はしんどい時期にね入るんですけど、今日のね高山にやを思い出して、自分がやりたいことっていう軸今んとこ何個かあるんで、まあ、それを長く続けるために生き続けないし、生にしがみつかないといけないよねっていうような